久々にギターですよ。はい、今日は2月の9日でございまして、画面が乱れましたが、キャンプに入って2度目のオフということになりましたね。今日は水曜日、なんか曜日の感覚がこうなくなってくるね。今日午前中は取材に行ってきましたね。で、午後になって、帰ってきてスタバに行って原稿書こうと思ったら全然もう書く気が起こらなくて、で買い物行って食材を買ってきて、今日プロテインとか買ってきた、ヨーグルトとかね。で買ってきて帰ってきてクイズ100本ノックの問題を作って80問まで行ったよ。80問まで、そうですね、今年は簡単だわ。僕のカズチューブをご覧くださっている方、あとちゃんとオリックス のキャンプ中継を、ご覧いただければみんなわかる問題で、しかも、まあ、持ち込みかなんでね、僕のテストはね、本当に実力じゃなくても点が取れますよ。マーティンはいい音するわな。久しぶりに弾くとよくわかります。さて、今日はですね、2月の9日水曜日、キャンプに入って2度目のお休みということ。お天気は今日は午前中本当にいいお天気のゴルフ日和、午後になって曇ってきました。日中の最高気温は12度、昨日よりも2度ほど高くなりました。で夜はね、今日雨になるかもしれないというね、夜9時頃から雨が降り出して明日の明け方まで、雨が降って、まあ、その後はお天気は回復に向かうという予報なんで、で明日はね、気温が今日よりも少し日が照れば、暖かくなるかもしれないという予報です。あくまでも予報ですから。というわけで今日はね、午前中から取材に行ってきたと申し上げましたが、何の取材かというと、そうなんですよ、今日2月9日はそうそう、あれです、紀伊岡田選手の誕生日ね、34歳、ハッピーバースデーという感じでございますけども、今日はね、午前中から新人4人、この大卒の4人同期同級生ですね、ムクノキ、野口、福永、渡辺、この4人が、餃子作りの体験を行ったということ、餃子作りに挑戦するということ、そんなイベントが行われました。まあ、キャンプの休日らしい、まあ、そのイベントなんだけども、なんで餃子なのかというと、宮崎市が実は餃子ナンバーワンの町に輝いたと、いうことなんですね。で何がナンバーワンなのかというと、いわゆるその餃子に対する支出の金額ということですね、世帯あたりの支出金額ということ、年間の、ね、それがまあ一番だった。あとこの購入の頻度、ということで、2021年の餃子のこの支出金額が宮崎市は4184円で、見事全国の都市ではトップになって、これまでは宇都宮とか浜松とかっていうの有名ですよね。2位の浜松が3728円、3位宇都宮市が3129円と、2位の浜松市に対しては456円の支出金額の差をつけて堂々の1位。これ支出金額と、あと購入頻度ね、世帯あたりの、これいずれもトップということ、悲願のトップで初の、優勝ということで、日本一ですよ宮崎市がね、すごいね。まあそういった日本一というところにあやかってですね、オリックスも、ぜひ今シーズンは日本一になろうということで、まあ、その餃子作りに挑戦ということになりました。田島投手の宇都宮は残念ながら3位ということになりましたけどもね、まあ、ここ20年は浜松か宇都宮かというところで、まあ、争っていたんだけども、そこに宮崎が割って入っての、初の日本一ということで、素晴らしいですね。でその新人が餃子作りの体験を行ったということでございます。みんながね、この
餃子の皮と具を用意されまして、でそれをまあ包みながら包んで、で焼いて、食べる、実食するというね、まあ、そんなイベントでございましたが、ムクドキ投手に関しては、あの学生時代自分が作ったあの餃子にはチーズを入れたり、あとケチャップとかマヨネーズをかけて食べていたそうなんですが、誰からも美味しいと言われなかったと言ってましたけどもね、今日作った餃子は本当に美味しかったというふうにね、話してくれました。でそうだね、野口くんはこうニヒルに作ってましたね。で福永くんに関してはもう人と違うものを作りたいみたいな感じで、ちょっと変わった形の餃子を作っていましたし、もう手慣れた作業でも上手に作るのが渡辺くん、なんか性格出ますよね。丁寧に、しかもね、だんだん慣れてきたらね、どんどんどん早くね、ペースも早くなって餃子を包んでいました。で皆さんがそれぞれこう実食するんだけども、本当にこう外の皮がパリパリしていて中がジューシーというような食レポ風の、そんなことも話してくれました。まあ、でもね、本当に、福永選手あたりはいつもテレビでキャンプの間新人がいろんな体験をするなんてニュースを見ていたんで、そういったことを自分ができてとっても良かったというふうに、話をしてくれましたね。まあ、本当になかなか外に、ね、出ることがないという、オリックスの場合はもう本当ダメなのよ、外に出たら。で休みの日のスルーのゴルフだけが OK なのね。ゴルフに行っても、もう距離を取りながらで途中の食事は NG、 行って帰ってくるだけ、まあ、つまり、外で運動するとか練習と同じなんでね。で人と触れ合っちゃいけないという中でのゴルフは OK、 そこだけ。外出での食事は一切 NG なんで、なかなかこの気分転換ができないという中で、そういう状況の中でね、こういった外に出てきて餃子体験ができたっていうのは本当にありがたい体験でしたと、ドラフト1位のムクドキ投手なんかは話してくれましたね。まあでも本当気分転換難しいもんね。でもまあそんな中で新人4人が餃子作りの体験をしたということで、実際に宮崎県餃子作り協議会の会長のもと作っておりましたね。なかなかでもね、僕も一つ食べさせてもらいました。彼らが作った餃子ではないんだけれども、焼き上がりを頂戴しましたけど美味しかったですね。まあ、そんな感じで今日は一日午前中、それお昼前の午前11時から始まったイベントだったんだけども、ちょうどお昼過ぎに、餃子一切れ、僕も今餃子の皮がね、まあ、どうしても今僕の中では食べられないんで、まあ普段食べてなかったんだけども今日だけはと思って餃子一つだけ、頂戴しましたが美味しかったですよ本当に。宮崎は餃子の町なんだよ。そう、宮崎牛とかね、宮崎の豚とかね、宮崎の地鶏とか、レタス巻きとか、まあ、いろんなこの名物あるね、切り干し大根とか完熟マンゴーとか、なんじゃこれ大福とか考えたらいっぱいあるね、金柑玉玉とかシュガナツとか、いろいろ名物はたくさんある。宮崎海産物も美味しいんだけども、餃子としても餃子の町としても日本一、これ素晴らしいね。一世帯あたりの支出金額、日本一4184円、ということ。しかも、この購入頻度も、日本一だということで素晴らしいですね。これは家計調査、ということで、それが発表されましてね、悲願の、日本一、宮崎市餃子協議会、というのがあって、そこが、今日は手助けしてくれた、まあ、イベントでもありました。さて、そんな感じで、今日はですね、まあ、一日皆さん休みをね、有効に使った一日だったと思うんですが、午前中はいいお天気で暖かくてね、今日暖かかった。で午後になって雲が出てきて、でこの後お天気だんだん下り坂で、夜に入って雨で、明日の明け方まで予報では雨、その後雨は上がって、急速に天気は回復に向かって晴れて、気温も今日よりもまだ上がる。今日も暖かかったんですけども今日よりも上がるということで、そうなればもうシートはね敷かれてましたから、球場昨日の段階で、今日雨が降ってまたグラウンド整備がうまくできれば、皆さん頑張ってやってくださるんですけどもね、
練習もできるということ、まあ、第3クールに入ってよりこう実践的なこう練習に、移り変わっていきますのでね、その辺また楽しみです。明日からは薮圭一さんをお迎えしてのキャンプ中継ということになるんですが、そう、第3クールからいよいよ C 組が、宮崎に入って合流ということで、吉田正尚選手も宮崎に入ると、いうことで、これ楽しみですね。C 組も合流ということを聞いていますので、明日もその辺のところをしっかりと、お伝えできればなというふうに思っております。というわけで、今日は新人の餃子作りの体験、この前最初の休みは、一日駅員さん池田選手がやってくれたんだけども、今日は、大卒の4人ね、ムクノキ、野口、福永、渡辺、4選手が今日は座を作ってくれたということ、僕も一ついただいて美味しく頂戴しましたというリポートでございました。さあ、明日からは第3クールより実践的な練習に入っていきます。 C 組も合流して、さあ吉田選手が合流ですよ。またナノキャンプに活気が生まれること間違いありませんね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またね。原稿がね、今日ね、そうそう、あのごめん、あの終わりかけていつもまた始まるんだけども、100本ノックは、炎の100本ノック、これは80問まで書きました。ちょっと見えてきたね。今日中島監督の原稿を書こうと思ってスタバに行ったんだけども、なんか気が乗らなかったというか書けなかった。この後もう一回チャレンジしようと思いますね、部屋の中で。というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた後ほど、通常バージョンもまた後でやると思いますんで、コメントください。じゃあね。